it's not showing up. Oh. This? Did it show up? という気持ちがないとあいつには勝てないぞ。仕上がって武器を持て。お前ならやれる。絶対に勝てるんだ。無理です。もともと私には無理だったんです。Everyone else is gone? 諦めないでくれ。取り込まれるな。絶望に。私には Holy shit! What the heck is that? Don't give up! I ain't gonna give up on nothing! Oh! Sina! The virus is connected to the virus.鋭い牙の攻撃に少女は背中から脇腹に深い傷を負った。辺り一面に鮮血をまき散らし背骨と臓器を露出させた少女は釣り人形のように二三歩後退するとその場に崩れ落ち。シナ、何が起こったのかわからない。驚いたような表情をしていた。水無しさん、水無しさん、シナ、やめろ。クレイジー。やめろ。黒き魔獣は倒れ伏す少女に向けて巨大な口を開くと彼女の頭部に鋭い牙を突き立て空に向かって放り投げ、その体から脊髄ごと首を引き抜いた。頭部を失った少女の体はくしゃんと地面に落下し動かなくなった。死な、死な、やっぱり救えなかった。神も仏も癒やしねえ。こんなデスエンド、お前は何のために生まれてきたんだよ。畜生。 God damn, you started a game like that?
Yes. Whew. 私を見ているあなた。あなたは一体神様ですか？それとも悪魔ですか？世界の終わりって何ですか？I'm alive?夢か。また怖い夢見ちゃった。I don't know. どんな夢だっけ？Foreshadowing maybe? あれ？ここどこ？誰の家？ And whose house is this? That's big. というか、私は誰？ You don't even know who you are. Oh my. あと、これ、足から生えてるの何？ What the? ブラブラしてる。気持ち悪いんだけど。出てみようかな。大丈夫、すぐに頭の引き出しも開くよ。
煮詰まった時は気分転換。元気だぞ。私は駆け出しの冒険家シーナ。目指せ伝説の天空都市オデュッセイア。ちなみにこの黒いブラブラはそういう仕様ってことでいいんだよね。 You have before. すごいわ。どんどん記憶が蘇ってくる。まるで洪水みたいに。オデュッセイアにはまだ誰も手にしたことのない幸せが眠っているはず。待っててね、お母さん。私、絶対にオデュッセイアに行って、必ず幸せを持って帰るから。それにしても、ここ、誰もいないのかな。This happiness sounds like a freaking fantasy. Oh, I can just sit here.
last second forever. そういえば私、昨日は何食べたんだっけ？そんなことも思い出せないなんて。というか、Wait one sec. I think I might need to turn it up a bit more. Maybe a lower stream. 私がここに来てからだいぶ時間が経ってる気がするんだよね。だってこの国に来た時は確かここまで荒れてなかったもん。アーティスは侵略を繰り返して大きくなった国だから、もともと他の国との関係は微妙だった。ストルフィル、オーベン、リザリ、トゥオラ、どこかの国と揉めたとしてもこの荒れ方はおかしい。まるで何かとてつもなく大きな力が暴れ回ったような。何があったんだろう。神様、教えてください。私の記憶はどこに行ってしまったのでしょう。
とか勝てた。大丈夫ですか？痛いです。すみません、私のせいで。いえ、無事でよかったです。今時なんという勘な若者でしょう。助けてくれてありがとうございます。私に傷の手当てをさせてください。助かりません。まるで助けたのが私みたいになっていますね。お礼を言うのがあべこべですよ。自己紹介がまだでしたね。私はルークと申します。見ての通り行商人です。はじめまして、冒険家のシーナです。それにしても最近はマーターズがそこかしこに出没するので、あちおち行商にも出られませんね。マーターズって何ですか？マーターズをご存じないのですか？はい、実は私この国に来たところまでは覚えてるんですけど、それからの先の記憶がなくて。それは大変ですね。マーターズとはもともといたモンスターが凶暴化したものなんです。モンスターの凶暴化が始まったのは確か数ヶ月ほど前からですかね。じゃあ私の記憶は何ヶ月も抜けてるってこと？その数ヶ月の間の記憶というのは何も覚えていないんですか？はい、全く。昨日何を食べたかも思い出せません。それはお気の毒に。ああ、でもあまり悲観はしてなくて、なんとかなるんじゃないかなって思ってるんです。なぜそう思うんですか？前向きに生きていれば神様はちゃんと見ていてくださるって母がよく言ってましたから。そうですか、素敵なお母様ですね。あなたならきっと神様も手助けしてくださるに違いありません。記憶がないというのは何かと不便でしょう。私にできることがあれば協力しますよ。じゃあ今のこの国の情勢を教えてもらえないでしょうか？Tablet.国の情勢というよりも、私知りたいです。聞かせてください。お願いします。わかりました。エントマの開闢、1年前のあの日、世界は一度終わったのです。恐ろしい化け物が天から落ちてきたあの日に。それってどういう意味ですか？エントマって？エントマとは神の呪い。開闢は始まりを意味します。あの災害を私たちはそう呼んでいるのです。この世界に暮らす私たちは、富や虚栄を求めるあまり、少しずつ心がすさんでいきました。隣人、家族、友人、いずれも互いを慈しみ、
愛し合うことを忘れ始めていました。他国への侵略、悪政による国土の不毛、重税を要する貴族の搾取、貧富の格差は広がる一方で、貧困層が集まる町では盗みや暴力が起こし、果てはパン一切れのために命が奪われることもありました。富裕層の者たちはその様子を見ても救いの手は差し伸べず、嘲笑いながら優雅にワインを傾ける。人々の心の大半はどうしようもないところまで来ていました。変革を望む者は次々と膝を折り、立ち上がる力を失っていったのです。鉛のように停滞した夢も希望もない日々はこの先も続くように思われました。しかしあれは突然、何の予兆もなく現れました。異形の化け物が空を裂き、山をうがち、虹色に輝く神の光で町を、森を、海を燃やいて、天の使い。誰言うとなく、その化け物はそう呼ばれるようになりました。戦争を繰り返し、命を、万物の霊を敬おうとしない私たちに、天罰を下しに来たのだ。それから10日間、化け物はハーティスのみならず周辺諸国をも破壊し尽くしました。人々は大した抵抗もできないまま次々に命を落としていき、 and the children. Oh, man. 地上に生きる全ての生命が失われるかと思われたある日、待ちかねた救いは訪れました。化け物の体が突如硬化し砕け散ったのです。一体何が起きたんですか？わかりません。ただ明らかになっているのは、その化け物のかけらは世界各地に降り注ぎ消えたということだけです。幸い防衛を逃れた民たちは命を長らえたことに感謝しました。ということは、私たちの他にも助かった人たちがいるんですね。ええ、随分と数を減らしましたが、わずかながらいます。しかし、この大災害を覚えておられないとは。失われている記憶は数ヶ月どころか1年以上ということになりますよ。どうしてその間の記憶がないのかわからないけど、そこはこれから埋めていくしかない。頭に刻み込みます、ルークさんの体験と教えてくださった知識を。あなたはすごいですね。常に前を向いておられるシーナさん。この話にはね、続きがあるんですよ。災害を生き残った者は皆心を入れ替え、万物の霊を敬うようになり、天に許された奇跡を喜び、日々を丁寧に生き始めました。けれど、ここ数ヶ月前から別の脅威が人々を襲い始めました。それは集団恐慌。世界中で奇怪な現象が多発しているのです。ある者は閉め切った家の2階から煙のように蒸発し、またある者は神の光を見たと叫んで自ら首をかき切りました。ある村では沈む船から海に飛び込むネズミのように村人全員が一夜にして自殺しました。どうして自殺なんか。
定説わかりません。それはまるで神の裁きに沿う殉教者のようであったと言われています。その頃からモンスターたちも凶暴化し、人々を再び恐怖に陥れたのです。人々は自ら命を絶った殉教者たちの魂がモンスターたちに宿り、汚れ切った者たちを粛清しているのではないかと噂し始めました。ですから狂ったモンスターたちはマーターズ、殉教者と呼ばれるようになりました。So monsters used to not be bad, I guess. That sounds like to me. 皆天を仰ぎ、口々につぶやきました。We are forsaken. 理解できません。そんなにたくさんの人々が一斉に命を絶つなんて。きっと何か原因があるのではありませんか？シーナさんは聡明ですね。おっしゃる通り、人々の自殺には原因がありました。あなたの足にもある神の呪いエントマ、これが原因だったと言われています。おう、おう、ナイス。残念ながらあなたも呪いに蝕まれているようですね。え？本当だ。ももに黒紫色のあざがある。何？何ですかこれ？あざが動いた？いや、スカートの中に。そのあざこそ神の呪いを受けた印なのです。それはまるで意志があるかのようにあらゆるものに感染し、ゆっくりと犯していくのです。無生物がそれを受けるとやがて腐り崩壊していくだけです。しかし生物がそれを受けてしまうと、受けてしまうと犯され、自ら命を絶つなど神がかり的な恐ろしい気候を取るようになると言われています。化け物による大災害の次は神の呪い、エントマの蔓延。壊れていく世界を見つめるだけの絶望的な世の中なんですよ。まったく、こんな世では生きる意味すら見失ってしまいそうです。どうしました？いえ、ちょっとお腹が痛くなっただけですから。ああ、すみません。聞き苦しい口をつけつけと、不遠慮でしたね。大丈夫です。しばらくしたら治ると思うので。確かに呪いとか世界が壊れるとか、ルークさんのお話は衝撃的でした。でも私幸せです。私いつも思うんですよ。 I'm so happy after all this. こうやって誰かと出会って話ができるのは実はすごいことで、奇跡なんじゃないかって。相手の目に私が映ってるのを見ると、まあ私を認知してくれてるんだって嬉しくなるんです。みんなの世界にちゃんと存在できてるって実感できて、とても幸せな気持ちになるんですよ。幸せな気持ちですか？はい。それで、ルークさんも。あ、すみません。なんか一人で語っちゃって、生意気言いました。いいえ。
あなたのおかげで生への感謝を思い出すことができました。良い言葉をありがとう。どういたしまして。エントマを解く方法はきっと近いうちに発見されるでしょう。情報が入ったらあなたに必ず伝えますよ。本当ですか？ありがとうございます。ではルークさん、ここで失礼します。世界が私を待ってるので。シーナさんはどこを目指しているのですか？私は冒険家ですから、向かうべき場所は一つしかありません。全ての冒険家が目指す場所、電話の地、幻の天空都市、オデュッセイアです。オデュッセイア、それは本当にあるのでしょうか？先の天の使いの例えも思想上の話というのが通説ではありますが。もうあるに決まってるじゃないですか。ルークさん、夢を持ってください。あ、すみません、また生意気言いました。いいえ、どうぞお気になさらず。ちなみにオデュッセイアが現れる場所のあたりはあるのですか？それと移動するにも先立つものも必要ですね。準備はできていますか？ああ、そういえばこの国の王様が傭兵を募集していましたね。そちらで稼ぐのはいかがでしょう？やります。ぜひやりたいです。では王宮への道をお教えしましょう。行って稼いでくると良いですよ、若い冒険家さん。さ、メン。ありがとうございます。それじゃあまた。ご分を祈ってますよ。ルークさん、神様は見ててくださいますよ。なんてまっすぐな娘さんでしょう。あの子のような若者の思いが集まればいずれ未来が変わるのかもしれませんね。もう遅いかもしれませんが。Yeah, it might be too late, man. 着いたー。ここが王宮ね。広い。世界で一番の武力と経済力を併せ持つ国、ハーティス。やっぱり王宮も絢爛だわ。でも領土のためには侵略も辞さないような国の王様だもの。振る舞いには気をつけないと。記憶をなくす前の私はこの王宮を訪ねたことはあった、実は初めてじゃなかったりして。まあいっか、大事なのはこれからなんだし。おかしいなあ、これだけ大きな王宮なのに衛兵さんが一人もいないなんて。No soldiers,静かすぎて耳が痛い。思い切って声を出してみようかな。Oh no, that's a bad idea. すみません。傭兵を募集されていると聞いて志願にやってまいりました。返事がない、もぬけの殻のようだ。なんて、そんなわけないか。だって門も開いてたし、王様は普通王宮にいるものなんだから。もう少し奥に進んでみようかな。妻を殺したのはお前だ、首を落とせ。何今の声。
だったんだろう。びっくりした。誰もいないと思ってたから勝手に開けちゃったよ。私冒険家のシーナと申します。勝手に入ってすみません。一応声はかけたんですが誰もいらっしゃらなかったので。傭兵募集、こちらで傭兵がご入用だと聞いてきました。何言ってんだろう私、テンパりすぎ。しっかりして。He's infected. 何かおかしい。おい、困ったな。なんで返事してくれないんだろう。どことなく目はうつろだし、声をかけても反応もないし。ルークさんの言ってたエントマの開闢がここにも影響してるのかな。それにしても王様と一見する場所だけあって、装飾品とか本当に綺麗。綺麗な女の子の肖像画、この国の王女様かな。でもどうしてあんなに刃物で切り裂かれてるの。王女様の肖像画を切り裂くなんて普通ありえないよね。あれ、私この王女様とどこかで会ってる。まさかね、王族の方と私なんかが知り合いなわけ。衛兵さんにすごい目つきで睨まれてる。一旦帰ろうかな。すみません、出直します。急いで王宮の入り口まで戻ろう。おかしいんだけど。そうだ、王様なら理由をご存知かも。失礼します。さっきはすみません。私どうしても王様にお聞きしたいことがあって。失礼を承知でお願いします。どうか王様に会わせていただけないでしょうか。反応がないってことは今度は進んでいいってことかな。あの人影、もしかして王様かな。ここからじゃ声が届かないかも。もう少し近づいてみよう。OK。 おい、お前、逃げろ。何？今、誰かの声がしたような。気のせいかな。突然失礼いたします、王様。私は…よくぞ参った、冒険家よ。よかった、王様とは話ができそう。お前も我が妻を殺そうというのか。え？ちょっと待ってください、誤解です。どうして私が王妃様を…この技は裁きを受ける罪人と箱舟に救われる民とを区別するスティグマータである。私の足の痣がまた移動してる。スカートの中からももに移って、まるで王様の方をじっと見つめてるみたい。
王様、聞いてください。私は王妃様にはお会いしたことすら。おお、神の意向を恐れぬ者よ。期待を地にすりつけ、己が血をもって悔い改めよ。聖なる光と彼の血の浮上はお前たちの責任で、進化の時を迎えたのだぞ。何を言ってるの、衛兵さんだけじゃない、王様もおかしい。呪いだ、全てを蝕む、世界は終わる。牧師も神父も皆身を投げた。妻を殺したのはお前だ、首を落とせ。神様はいつもあなたを見ていてくださるわ。正しい行いをね。お母さん、神様なんていない、いないよ。足のあざが急にズキズキ痛くなってきた。
could be locked, I bet. What the? Nani? Kore? Bakemono による大災害の次は神の呪い、エントマの蔓延。壊れてゆく世界を見つめるだけの絶望的な世の中なんですよ。壊れていく世界。朝が移動してる。もう何よこの朝、私から離れてよ。叩いても消えない。どうして私こんな目に。Hello, Akins. Please rebuild the world server. 何？何なの？わかんないけど、とりあえず言う通りにしてみよう。わあ！通信が不安定でラグがひどいな。こっちからは見えないがどうだ？通れそうか？大丈夫です。通れました。よし。そのまま道に沿って進め。敵のシンボルも侵入してくるから、足を止めるなよ。はい！なんだよ。いえ、神様って本当にいるんだなって思って。お前何言ってんの。まあいいや、とにかくそこを早く抜けろ。わかりました。シーナ、そのまま足を止めずに答えろ。担当直人に聞く。私は冒険家のシーナですけど。それは分かってる。俺は中の人間に聞いてんだよ。中って私の中には私しかいませんが。神様はおかしなことを聞くんですね。たく、頭が痛くなるな。あんなでなければどこかのハッカーか。そもそも休止中のオデッセイのサーバーがなんで稼働してるんだ。やっぱりわかりません。神様が何をおっしゃってるのか
私には。わからないって。本気で言ってるのか。 My head hurts. 私、記憶を失ってるんです。多分、1年ほど。Oh. 記憶を？それは本当なのか？ I've leveled you to max level. はい。自分のこともよく覚えてないのに、他のことを聞かれても答えられません。あ、でも、少しは自分のことも思い出したんですよ。私は今、伝説の都市、オデュッセイアを目指していて。違う。それは作られた記憶。というか、設定だ。Program Objective? What? 設定？シーナ、お前の好きな食い物を言ってみろ。はい？それはもちろん。メロン蒸しパン。え？なんで？なんで知ってるんですか？やっぱりそうか。今この世界に存在できていること、そのプレイヤーネーム。は？お前は、お前のシーナなんだろ。一年もどこに行ってたんだよ。みんな必死でお前を探してたんだぞ。え？すみません。ところどころ聞き取れなくて。シーナの前は何て言ったんですか？シーナ。やっぱり聞き取れないです。ごめんなさい。メッセージも届いてないのか。ログにも。もしかして禁止ワードか。どうしてそんなものが設定されてるんだ。さあ、俺の名前はどうだ。いえ、やっぱり聞こえません。俺の名前もダメだって。なんだ一体。聞きたいことが山ほどあるんだ。一年前何があった？お前は今、どこにいるんだ？はい？誰かと間違ってませんか？私は冒険家です。お母さんとの約束で、オデュッセイアを目指して。だからそれは設定だって言ってんだろ。そもそも母親は、お前が子供の頃に亡くなったんだろ。お？え？子供の頃に亡くなって？嘘ですよ。だって私はお母さんと。何？頭の奥がチカチカする。そんなはずは。思い出したか。そうだよ、お前は。いい加減なこと言わないでください。お母さんとはつい最近、家を出るときに話しました。はっきりと覚えてます。お母さんが死んだなんて、よくもそんなひどいことを。あなたは神様じゃなかった。あなたは詐欺師ですね。はあ、詐欺師？なんでそうなるんだよ。Don't shoot the messenger. 記憶をなくした私に嘘をついて、何をする気だったんですか？おい、ニク様、うっかり神様だと信じた私がバカでした。なんですか？まさか泣いてるんですか？違いますから。誰かと間違ってます。いたぞ、侵入者だ。東の通路だ。ここで敵にキルされたら通信が途切れる可能性があるな。わかった。信じる信じないは後だ。死にたくなければ今は俺の言うことを聞け。早くここから出るんだ。なんか感じ悪いです。Holy shit. Ah!
け、かけ、くし刺し、ええー、よな食材を実行する。首を見せろ。気道も食道も頸椎も、この手で握りつぶしてやるか。心配するな、シーナ。俺がサポートする。リアルタイムに行動を書き換えて、お前の能力をブーストしてやる。何を言ってるのかさっぱりです。 Holy crap. 負けない。行くよ。Yeah!
ことない。ですか。バレのくせに実質動いてやがるのか。これじゃまるで。逃げろシーナ。そいつお前を捕捉しようとしてる。始めた。バグ化して抑制されていたコマンドが解放されたのか。おいおい、マジかよ。バグを駆除せずに制御したってのか。シーナ、お前すごいな。そのバグを逆に支配できてるぞ。
か。まで変化してやがる。おう、アオ。バグが充血していく。HP も SP も乾燥だって。これは私の役目。この世界を正す。していくワームの動きになっているかもしれないな。私これからどうしたら。もう何が何だか分かりません。今はここから脱出することを優先しよう。まだここは抜けてないんだからな。
して急に黙っちゃうんですか。声が聞こえます。私は一体何なんですか。不安で押しつぶされそう。一番のこと、わからない？え？あ、さっきの爆、わからないのは嫌だよ。知らないに決まってる。だって自分のことだもん。確かに行ってきますって言って家を出てきたの。冒険家の記憶がちゃんとあるんだもん。なのにあの人が話すことも本当のことだと思えて。言われてもわかんないよ。私ここにいるよ。怖い。私が私でなくなるみたい。設定って何？私の記憶は作り物なの？私本当に生きてるの？存在してるに決まってんだろ、二宮椎名。よし、今度は届いたみたいだな。待たせて悪かった。やっと禁止ワードの一部を解除できたんだ。ちゃんと伝わってるか？俺は新た、水無し新ただ。私の名前？ああ、そうだ。お前の名前だ。先輩、水無さん、私やっと見つけた。ったく、心配させやがって。お前、無事なんだな。怖かったです。すごく会いたかったです。ああ、俺もだ。あの、水無さん、お、私どこにいるんでしょうか。目を覚まして、目を覚まして。あ、 What the fuck? Oh, I'm so confused. Is that the program now?しまった、寝落ちしてたか。今何時だ？深夜27時か。持ち帰ってきた仕事をやってて寝落ちなんていつぶりだ。そういや今日は何も食ってなかったな。食い物ないか、食い物。
れてた。またそのパン買ってきたのか。あ、そのパン、あんたそればっかりよね。そんなに好きなの？何食おうと俺の勝手だろ。うまいとは思うが、特別好きってわけじゃない。他に好きなものがないってだけだ。そんなことより時は、お前こっちのセクションで油売ってていいのかよ。ご心配なく。でっかいソースコード書き終えたから、休憩がてら冷やかしに来たの。ほれ。おっと、危ねえな。いきなり投げんなよ。あ、コーヒーか。ありがとな。うん。あれ、あんたさ、ちょっとやる気復活した？は？なんで？プログラムだいぶ進んでるじゃん。一昨日と比べて300ライン程度だけど。お前別チームのプロジェクトだろ。堂々と盗み見すんな。いいじゃない、減るもんじゃなし。同じ会社の仲間なんだからいいでしょ。自分だったら全部見せるよ。あのな、何のためのパーテーションだと。てか何しに来たんだよ。What's the real reason you're over here? That's the real question. That's the real question. だから冷やかしだって。いやさ、こないだの大喧嘩が効いたかなって。あんた本当は才能あるのにさ、あの子がいなくなってからこっちどんどんやる気なくしてたじゃない？それはもういいだろ。別に蒸し返すつもりは全然ないんだよ。問題は俺にある。お前が言ってんのは正論で、お前は何も悪くないから気にすんな。そういうことじゃないんだけど。全然分かってないみたいだから、何度でも言ってあげる。何もかも自分のせいだとか思い込んで、あんまり背負いすぎないようにしなよ。ああ。ねえ、そのパンってさ、あの子がシーナが好きでよく買ってきてたやつだよね、下のコンビニの。シーナ is a real person?あいつ、うまいから食えって絶対俺らの分まで買ってくるんだよな。そのうちあんたもそればっかでさ、がっしり餌付けされてんじゃん。お、ん、どうしたの？餌付けか、自分でも気づかなかった。あんたもさ、たまに天然なとこ見せるよね。シーナがいなくなってからそろそろ1年か。So, I think the real Sheena went missing. Well, wait, I'm so...
あとワールズオデッセイのプロジェクトが終了してからも。He already knew. Okay. Imagination helped the project and turned it out. I hopped on the project and made it better. Instead of making something that may never be full realized fast. Wait a minute, she got... So her real life... The director... Wait... So this is SAO. She got trapped in the game. Huh. Okay. I think I'm trying to understand that. それにあんたは自分が厳しすぎたからって思ってるみたいだけど、少なくとも自分にはそうは見えなかったし、あの子もそんな風に思ってるようには見えなかった。なんだよ、今日は随分絡むな。だってまた俺が悪い、ごめんしいなーって顔してたんだもん。ほっとけ。ねえねえ、自分にもたまにはそんな顔してみ。いや、は？ほら、早く心ゆくまでいろんな罪を押し付けてやるからさ、さっきの顔もう一回。意味わかんねえし、行けよもう。お前が行かないなら俺が帰るぞ。うわ、エロ、何これ。 Kind of pervy, don't you think? What? サンプルできたよ、あなた。注文通りでしょ。ヒロインのおっぱいマウスパッド。その口調やめろ。こんなノベルティ作るとか引くわ。いやまあ、ターゲット考えると刺さるのか。新たな注文通りに書いたんだけど、どうだろうね。強いてもう少しおっぱいあったかな。How old is she? Is this chief character designer?It's a matter of art of conversation. The one I can't keep up with how quickly she goes through internet catchphrases. Certainly shows, yes, it does.
お前ちょっと黙れ。新たな注文で？まさかあんた新企画のヒロインのイメージシーナをモデルにしてたの？な、あ、それはだな。胸のサイズまで追いかけるとかさすがにドン引きだわ。 Yo That's my boy. That's my boy. さすがに貧乳にしすぎだよね。 A 修正するからさ、パトモをもう少し父の肉入れてもらおうか。帰る。アホアラタ。やれやれ、今日も散々な目にあったな。お、メールが来てるな。はいはい、スパム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 。お、差出人はワールズオデッセイ運営事務局。気持ち悪いな。ウイルスかもしれないし、運営事務局を名乗ってうちに送ってくるとはな。誰かのいたずらか。アドレスはどうなってんだ。シーナ、嘘だろ。なんであいつのアドレスで送られてくるんだ。形式の圧縮なんだ。見たこともない構成だな。運営ってお前、もうアグルのサーバーも停止されてるはずだろ。サーバー停止後、データは全部削除されたはずなのに、なんで動いてんだよ。ワールズオデッセイ。何がどうなってるんだ。しかもバグが大量発生してやがる。ひどいな。俺が最後に触った時はここまでひどくなかった。だいたい誰も触ってないはずのゲームにどうしてバグが発生してんだよ。コードはどうだ。ダメだな、化けまくってる。
passed away. Oh, that's why he said what he said. なんで稼働してるプレイヤーがいいんだよ。ありえないだろ。プレイヤーログを解析してみるか。シーナ、お前そこにいるのか。お気を脱出した後、疲れて寝ちゃったんだ。すみません、水無さん。私、寝ちゃってて。あれ？水無さん？返事がない。ということは、ログアウトしてまだ戻ってきてないのかな？ここ、間違いない。ここは、ワールズ・オデッセイのフィールド。ハーティスの王宮前。よっ。え？びっくりした。え？ああ、それって僕はエニグマくんだよ。その声、もしかして水無さんですか？おう、俺だ。これ覚えてるか？俺たちの会社エニグマのマスコットキャラだ。もちろん覚えてます。私その子が大好きで。ああ、でもどうして急にアバターを用意したんですか？いつまでも声だけってのは話しづらいからな。ちゃんと見えた方がいいだろ。それにこいつは本来ルールを守らないプレイヤーを取り締まるために運営が使う GM アバターだ。お前のサポートをするためにはバグだらけになっちまったここの状況を調べながら修正していかなきゃならないからな。そういう意味でも責任だと思わないか？さすが水無さんですね。心強いです。と言っても所詮 GM キャラだ。お前みたいに戦えな。なんだよ、あんまりジロジロ見るな。こうして見るとエニグマくんってよくできてますよね。ああ、まあそうだな。よし、現時点で起きてることを一旦整理しよう。お前の名前は二宮シーナ。今は自分で作ったゲームをプレイしてる。それは思い出したんだよな。ああ、はい。で、現実にあるお前の体についてだが。え？どうした？顔が赤いぞ。体って言わないでください。なんか響きがやらしいです。水無さんのエッチ。はあ、体は体だろうが、それ以外の言い方があんのかよ。う、体が嫌なら本体とでも言っておくか。いいえ、体で結構です。じゃあ話を戻すぞ。さっきの口ぶりだと自分がどこにいるのか分かってないみたいだったが、実際のところどうなんだ？分かりません。でも変なんですよね。この世界がまるで現実みたいな気がして、右を見ても左を見てもワールズ・オデッセイの風景ですし。いや、VR だしな。現実のお前の頭にはホワイトラビットが装着されてるはずだ。ホワイトラビット？あれはアリスコードで作られたゲーム専用のゴーグルで、プレイヤーは夢でも見ているような感覚でゲームをプレイできるってのがそのゴーグルの売りなんだ。夢でも見てるような感覚。あれ？ん？この
何やってんだ。ゴーグルを外そうと思って。水無さん、どうやって外すんでしたっけ。あのな、意識ごと投影するトランスタイプの VR だぞ。覚醒するまで現実の体は動かせない。まさかお前、そんなことも忘れたのか。すみません、まだ少し記憶がぼんやりとしてて。ぼんやりか。現実で体験した記憶と仮想空間で体験した錯覚が混濁してるのか。シーナ、ゲームを始めた時のことは覚えてるか。思い出せません。思い出そうとしても記憶が途切れてて。覚えてるのはエニグマで水無さんたちとワールズオデッセイを作ってたことと、暗くて寒くて寂しいところに私がいて、ずっと誰にも会えなくて、すごく怖かった記憶しかないんです。そうか。シーナ、聞いてくれ。こっちではお前は1年前に失踪して行方不明になってるんだ。行方不明？それ本当なんですか？ああ、もちろん警察にも届け済みだ。俺と時輪はお前が何らかの事件に巻き込まれた可能性があると思ってずっと探してた。念のために聞くが、お前は自分の意思で失踪したのか。わかりません。どうやってこの世界に入ったのかも思い出せないんです。そうか。事件性がない場合も考えなかったわけじゃないが、怖いという認識が残ってるとなると、記憶の引き出しが開かなくなるほどの心の傷をどこかで負ったのかもしれないな。やっぱりこいつ何かに巻き込まれて。私、実はまだ今の現実を半分くらいしか信じられないんです。水無さんと一緒にこの世界を作った時の記憶もちゃんと頭の中にあるのに、それと同じくらいの濃さでここでの記憶も存在してるんです。それはアリスコードエンジンの人工知能制御機能が作用しているかもしれないな。え？お前が設定したプレイヤープロフィールがゴーストのようにお前と一緒にいる、もしくは融合しつつあるのかもな。やめてください。本気で怖いので。冗談だ。そんな簡単に人間の意識が取り込まれるわけがないだろ。というかお前、なんでさっきから俺を抱きしめてんの。だって可愛いから。かわお前な。違いますよ。エニグマ君が可愛いのであって水無さんじゃないです。水無さんは可愛くないんです。別に可愛いと言われたいわけじゃないが、はっきり否定されるのもそれはそれで嫌なもんだな。とにかくこの世界から抜け出して現実のお前を目覚めさせることが先決だな。けどさっきからおかしいんだよな。空に大穴は開いてるし、そこら中バグだらけなんだ。なるほど、あの空の穴はバグだったのですね。なんでないんだ。何がないんですか。さっきからシステムを解析してるんだが、ログアウトのメニューがない。見間違いじゃないですか。そんなわけあるはずが。本当だ。そんな嘘でしょ。これもバグのせいですか。可能性として否定はできないが、事態はもっと深刻かもしれないな。どういうと。お前や俺の名前が禁止ワードに指定されてたように、第三者が介入した跡があちこちに残ってるんだ。ハッキングされたってことですか。まあそうだろうな。にしてもだ、未公開ゲームのディレクターとメインプログラマーの名前を知ってる上に
それを禁止ワードにするなんて不審な行動が多すぎると思わないか。 Yeah, it says それは確かに気持ち悪いですね。そもそも1年前にプロジェクトを停止しているオデッセイが動いていること自体異常なんだよ。ここは何者かによって歪められた世界だ。すぐにログアウトして現実に戻った方がいいんだが。 Did you imagine? I feel like her body might be held hostage somewhere. That's my guess. でもどうやってこの世界から抜け出せばいいんですか？ログアウトできないんですよ。待てよ、あれはどうだ？エンディングログアウト。それです、それがありました。 MMORPG ながらも明確なエンディングがあるのがワールズオデッセイの素敵な特徴ですからね。感動と達成感を最高の状態で演出してプレイヤーに幸せな気持ちで現実に戻ってもらいたい。お前の思いが詰まった仕様だったな。はい、確実な方法だと言い切れなくて悪いが、今のところここから出るにはそれしか思い当たらない。最速でラストワールドへ向かってラスボスを倒すぞ。わかりました。よし、元気が出てきました。ゲームをクリアしてログアウトすれば寝ぼすけな現実の私もきっと起きるはず。スミカさんやリディア、水無さんにも会えますよね。そうだな、エンディングまで俺がサポートしてやるから安心しろ。目指すは最果ての地、天空都市オデッセイアですよね。道順は分かってるよな。もちろんです、私の作ったゲームですよ。ハーティスからオデュッセイアに向かうには確か隣国の海洋国家ストルフィルへ行って、それじゃあ少しの間一人で頑張れ。俺は戻っていろいろ調べてくる。え、もう行っちゃうんですか？そうだシーナ、一つ忠告しておく、死ぬなよ。はい、それはどういう。サーバーの稼働自体もイレギュラーで修復が難しいレベルにまでバグで侵された世界だ。こうしてお前と通信がつながってるのは奇跡的なんだよ。もしお前がゲーム内で殺されて使用上の復帰ポイントへ飛ぶかロードへ飛んだ場合、サーバーを経由してキャッシュのリセットを返すから俺との通信が途切れてしまう可能性がある。そうなればもう一度つながる保証はどこにもない。つまり私一人でエンディングを目指さなきゃいけなくなるってことですか？そうだ、だから細心の注意を払って進んでくれ。ゲームをクリアするには確か最短でも50時間くらいはかかったよな。休憩とサブクエストを含めると現実的にはもっともっとかかりますね。メニューからログアウトできないならエンディングログアウトのある真のエンディングを目指すしかない。そのために面倒だがサブクエのクリア実績を集める必要がある。なるべく小さなクエストも回収して進むんだ。わかりました、やってみます。俺は俺でバグったオデッセイのコード解析とお前のことを調べるから常時付き添ってはやれない。悪いな。いえ、不安そうな顔すんなって。今使ってるこのノートパソコンは常に持ち歩くつもりだし、こっちの様子を見にまめに戻ってくるようにする。あの水無さんのパソコンがスリープになったら通信切れちゃったりしませんか？要はスリープにならなきゃいいんだろ、いちいち心配しすぎだっての。よし、作戦開始だ。あ、行っちゃった。まったく、いっつもマイペースなんだから、もっと女の子の気持ちを考えてくれてもいいのに。
palace is bad. Who the hell are you? ごめんなさい。脅かすつもりはなかったのですが。あれ？あなたは、この子、肖像画の女の子に似てる。あ、ごめんなさい。ちょっとびっくりしちゃって。突然申し訳ありません。私はリリー・ホープスと申します。え？リリーって、プレイヤーが最初に出会う NPC として、私が設定したキャラだ。でもリリーってこんなデザインだったっけ。やっぱりこれもバグのせいなのかな。というか私と同じバグがついてるし。私はシーナ、シーナ二宮って言います。あなたはもしかしてこの国の王女様では。ええ、おっしゃる通り私はこの国の王女です。今はそのトガ人の身ですけれど。トガ人？前政権を握っていたハーディス女王を暗殺したトガによりこの先の洞窟の牢に投獄されていたのです。言われてみればそうでした。バレながらひどい設定にしちゃったな。でも木漏れ日のように優しくて真面目で国民にも慕われていたあなたがそんなことするわけないですけどね。私はこの国の人間じゃないんですけどリリー様のことはそう聞いてまして。私のことはリリーで構いません。わかりました。じゃあリリーで。嬉しいです。木漏れ日だなんて私のことをそのように言ってくださる方がまだいらっしゃったのですね。そうですわ。そんなことよりもあなたは今王宮から出てきませんでしたか。え、ああ、はい。それが何か。父にはアーディス王には会われましたか。王や皆の王宮の中の様子を教えていただきたいのです。冤罪でひどい扱いを受けてるのに王様や兵たちの心配をするなんて。王は凶暴化するマーターズに対抗するため軍事力を強化しようと兵を募っていると聞きました。ですが母兵に応じて王宮に入った者は誰一人として戻ってこないとか。私も何度も確かめようと思いましたがトガ人の身で王宮に入ることは難しく。どうか王や王宮の者たちの様子を教えていただけないでしょうか。リリーにとって辛い話かも。覚悟はできています。わかりました。私は傭兵を募集しているというお触れに応じようと王宮の中に入りました。でも声をかけても誰もいなくてとても異様な感じがしました。王は無事でしたか。王様には王の間でお会いしました。ですがカーテン越しだったのでお姿は拝見できませんでした。ただなんだか様子がおかしかったんです。どんな風に。正気を失ってるというか近くにいた衛兵さんたちも同じような状態で理解できない言葉を叫んで私に襲いかかってきました。原因は多分バグ、いえ黒いあざのせいじゃないかと思います。黒いあざ、エントマのことですね。なんということでしょう。すでにみんなあれに取り憑かれていたなんて。シーナさん、母兵に応じられたあなたに折り入ってお願いがあります。私はこの国の王女として混乱を収める義務があります。現実から目をそらすことは許されません。まずは王宮内の状況を知らなければ。シーナさん、どうか私と一緒に来ていただけないでしょうか。いいですよ。
無茶なお願いとは承知の。は？これ、見せる？来ていただけるのですか？義を見てセザルは臆病者と言いますし、冒険家シーナにお任せください。ありがとうございます。王様と離れたままで状況がわからないのは不安ですよね。王様たちもきっと苦しいはず。急ぎましょう、リリー。はい。うわ、何これ、入り口が塞がっちゃってる。裏口からなら入れるかもしれません。こちらです。さすが王女様ですね。目指すは王室。急ぎましょう。はい。あれ、うん、おや、君はシーナさんじゃありませんか。ここで会えるとは奇遇ですね。行商人のルークさん、どうしてここに？なんだ、来るなら一緒に来ればよかったのに。水臭いですね。そういうわけでもないのですよ。ん？先ほどシーナさんと会ったのは別の国を目指している私でして、結論から申しますと、実は私この世界にたくさんいましてね。どういうことですか？もともとは一人なんですよ。けれどこのエントマを受けてからおかしくなってしまいまして。あ、本当だ。ルークさんの腕にも黒いあざがありますね。これに取り憑かれてからというもの、なぜかその私が増殖してしまいましてね。増殖？世界中に私が存在しているのですよ。全く不思議な呪いもあったものです。少々気持ちの悪い話ではありますが、全ての私は意識が共有されているので、飽きないようするにはこれが意外と便利でしてね。神から賜った能力と開き直って世界中で商売をさせてもらっているんです。あの、嫌になったりとかしないんですか？しないと言えば嘘になりますが、人と違うということはまんざら捨てたものでもありませんよ。あ、リリーにハテナがいっぱいついてる。前に水無しさんが言ってたっけ、ルークさんが増殖してるのはきっとバグの、増殖バグのせい。その通りだ。なんですのこのクマ、突然現れて。フラグを管理するコードがいかれて世界を回っていくはずの行商キャラが制限なく各地に増殖してるようだな。あの水無しさん、クマさん、急に出てきて脅かさないでくださいよ。リリーが混乱しちゃってるじゃないですか。いいだろ、別にそんなの気にしてたらキリがない。おや、新しいお客様ですか？ああ、俺はクマのエニグマだ。モンスターじゃないから安心してくれな、シーナ。ああ、はい。この子は私の友達なんです。喋るクマさんがお友達？驚かせて悪かったな。俺のことは気にしないで話を進めてくれ。かわいい。さっきでは、シーナさん、この機会に一つ提案させていただけませんか？提案ですか？はい。前の私を助けていただいたご恩返しに、あなたの冒険をサポートさせていただきたいのです。というわけです。わあ、すごいですね！世界中に散らばる私が、マーターズたちが現れない比較的安全な場所に目印をつけておきました。そこでいつでもキャンプをするといいですよ。呼び鈴も置いておきますので、いつでも私を呼んでください。
必要な物資はできるだけ幅広く用意しますので、これからもどうぞごひいきに。わかりました、ありがとうございますルークさん。商売を兼ねての提案ですからね、礼には及びませんよ。あのルークさん、何でしょうか王女様。私のことはどうかリリーとお呼びください。今の私はそのように呼んでいただける立場ではありません。いや、お願いします。ではリリーさん、私に何かご用でしょうか。私でも使える武器はありませんか。リリーさんが使える武器ですか。まさか戦闘に参加されるおつもりですか。それはあまりにも危険な気もしますが。すでに覚悟はできています。たとえこの身が傷つこうとも恐れはしません。私はシーナさんのお荷物になるためについてきたのではありませんから。リリー、これならいかがでしょう。あまり腕力がなくても戦えますよ。なんて立派な弓、なのにこんなにも軽い。ありがとうございます、これなら私でも扱えそうです。いえいえ、とんでもない。王女様からお代などいただけませんよ。どうぞお納めください。いいえ、ここはきちんと対価を払って経済を回さないと。国を思う王族ならなおさらのこと、無償でいただくわけには参りません。今のは。なるほど、噂通り王女様は聡明な方ですね。ではこれは商人の知恵としてお納めください。初回ですのでお代はサービスしておきます。それはもしかして国民の皆様の間で。はい、おまけしておきますよ。なんて素敵なんでしょう。ありがとうございます。おじさま、おっとこまえ。あの、何か間違っていましたか。すみません、町の作法に慣れておらず失礼を。いえ、そんな、私のようなものにもお気遣いをいただいて光栄の限りでございます。それでは皆様、良い旅を。またお会いしましょう。呼び鈴をお待ちしておりますよ。不思議ですよね、たくさんいるのに意識が共有されてるなんて。シーナさん、私も戦いたいだなんて出過ぎたことを言ってごめんなさい。でも一国の王女としてただ見ているだけなんて嫌なのです。私も戦ってみなを。ありがとうリリー。でも危ない時は絶対に無理しないでくださいね。ええ、わかりました。あの、いいんですか。てっきり反対されるかと。そんなことないですよ、心強いです。あと私のことはシーナって呼んでください。せっかくリリーって呼ばせてもらってるのに私だけさん付けはおかしいですから。では、シーナ、リリー。なんだか恥ずかしいです。これでもう私たちお友達ですね。お友達。あー、そろそろいいかな。イチャイチャしてるとこ申し訳ないんだが。イチャイチャ。気づいてるよな、シーナ。うわ、水のクマさん。おい、大きな声を出すなよ。これ、頭の中から声が聞こえます。他のキャラには会話が聞こえないようシングルチャットで話しかけてる。お前も頭の中で俺のアバターエニグマを思いながら話しかければ俺だけに声を送れるはずだ。こうかな。聞こえますか、水無さん。ああ、聞こえる。
面白い。でだ、気づいてるとは思うが、リリーにもお前と同じバグがついてるよな。はい。というか、彼女のが今私の膝の上に乗りました。まるで小動物のようだな。ちなみにお前のその足についてんのも多分バグなんだよな。このブラブラですか？見た感じこのブラブラもバグによる変化っぽいですよね。あのな、シナ、あんまブラブラ言うな。ん？何か変ですか？いいからやめとけ。 For my sake。 わかりました。まあ足のそれは置いといて、これまでの周囲の反応から推測すると、小動物っぽいそいつは普通のやつには見えないみたいだ。逆にお前にそいつが見えてるってことは、リリーにも見えてるんじゃないのか。なのに全く触れてこないな。きっと人に話していい結果にならなかったのかもしれません。だから怖くて口に出せないのかも。なあ、あいつちょっと笑ってないか？確かに笑ってますね。この子が私の膝に乗ったのが面白かったんでしょうか。意外と笑い上手なのか。まあ、周りくどい言い方は面倒だな。直接聞いてみるか。そうですね。お互い見えてるのに隠すのは変ですし。ねえリリー、この子のことなんだけど。まさかそれが見えるのですか？はい、実は最初から見えてました。俺も見えてるぞ。もちろんシーナについてるあの紫のやつもな。ではもう見えないふりをしても意味はありませんね。ごめんなさい、シーナが気に入ったみたいで。戻っておいで。この子は私の体に現れたエントマのあざから急に飛び出て、独自の思考を持った生き物に変化したものです。おそらく実体化したエントマそのものだと思うのですが。あの、その子が飛び出してきた時のことを聞いても？あの頃、女王暗殺の角で洞窟の牢に幽閉されていた私は、牢主から外の世界の話を聞かせてもらっていました。しかしある日、エントマの開闢により多くの国民が亡くなり、一部の者たちは突然姿を消すということが起きました。それ行商人の方も同じことを言ってました。人が煙のように蒸発したって。ええ、私は魔法などにより拉致されたのではと考えています。難を逃れた者たちもエントマやマーターズの脅威に怯え苦しんでいるという話を耳にします。苦しんでいる人々に寄り添いたい、そう思っても私には何もできませんでした。やがて自分の体にもエントマのあざが現れて、私もいずれ呪いに屈し、このまま朽ちていくのかと無力感に打ちひしがれていた時、この子が体の中から出てきたのです。初めてシーナを見かけた時は私と同じようなエントマを連れていて驚きました。連れているというか、まとわりつかれてるだけというか。お、この子たち遊んでるのかな。なんか鳴き声を上げてるが、仲間として認識してるのかもしれないな。楽しそうに飛び回って、こうしてみるとなんだか可愛いですね。見た目に騙されるなよ。こいつらはあくまでもエントマなんだからな。二人のエントマが出現したきっかけは共通してる。どちらも追い詰められた時だ、なら他にも同じようなやつがいるかもしれないな。リリー、君の他にもこれが現れた人間はいなかったか？さあどうでしょう。外に出てからなるべく人に会わないようにしていましたから。そういえばリリーは牢に閉じ込められてたんだよな。どうして外に出られたんだ？それは
エントマの開闢以降、国は私を構っている余裕などなかったのでしょう。しばらくすると老主が出してくれました。その後町を見て回ってみると、私たちと同じようにエントマが外に飛び出した者たちを、エントマを従えられず次々と食べられていきました。そういえばシーナに取り付いているこいつも最初はシーナを食おうとしてたな。外に出ても出なくても人を食い殺す、まるで殺人ウイルスだな。リリー、話してくれてありがとな。辛いことまで思い出させて悪かった。いいえ、今はどんなことでも情報を共有して共に立ち向かう術を考えなければならない時ですから。お二人に会えて私はとても幸運です。バグー、あ、そうだ、あなたたちの名前はバグーね。は？クマさん、これからこの子たちのことはバグーって呼びましょう。エントマって可愛くないですし。バグーなんだか赤ちゃんみたいですね。でしょうでしょう、いいですよねクマさん。別に構わないが、相性をつけてやるようなもんか。この子たちが危険なのは分かってます。でもどうせ共存するなら可愛い方がいいじゃないですか。勝手にしろ、やばいもんだって分かってるならいいさ。それにしても相変わらずのネーミングセンスだな。ありがとうございます。いや、褒めてないからな。水無さん、リリーのデザインってお顔も髪型ももっといかにも王女様って感じにしてましたよね。そうだったか。さすがに全 NPC の容姿までは把握してなかったからな。今のリリーもこれはこれで可愛いんですけど、見覚えのないデザインなので不思議です。これもバグの影響でしょうか。多分な。キャラクターモデルの ID でもずれたのかもしれない。キャラデザイナーのリリアに確認してみるか。投獄されていたリリーが牢を出て、私だいぶ元のお話と違っちゃってますよね。そりゃそうだろう。お前やエントマといったイレギュラーな存在が発生してる上に、バグの影響でいろんなものが改変してる。当然ストーリーも変化していくだろうな。発生って人をバグみたいに言わないでくださいよ。私が言いたいのは、ルークもそうだが、リリーも変化に対して妙に順応しすぎてるってことだろう。 NPC とはいえアリスコードエンジンを介した人工知能 AI だからな。状況によって自分で判断して行動するのが特徴だったろう。こうなるともう一種の生命ですね。ああ、あいつらの話を聞いている限り AI にしてはかなり複雑な思考をしてる。怖いくらいにな。嘘、この廊下を抜ければ王の前へ行けたはずなのに。通路が塞がれてしまっていますね。別の道を探しましょう。